いや、普通このサムネ自分で作るやついねえよな。はい、どうもさん、こんにちは。 TI からのプライスと申します。さ、この携帯での動画、なんとですね、4月以来ということで半年ぶりです。もうちょっとどんくらいやってないねんっていう話なんですけども、皆さんお久しぶりです。前回とか前々回はですね、まあ、順当にこの実写動画を上げていったんですけれども、ただですね、まあ、この動画のコメント欄で目立ったのがですね、生きとったんかお前という話なんですよね。まあ、これはもう至極当然の意見だと思うんですけれども、しばらく動画投稿もできていなくて、で X までフォローして追っている人だったらわかると思うんですけれども、 YouTube だけフォローしている人だったらですね、正直まあ、わかんないと思うんですよ、近況だったりとか。そういえば YouTube 向けに今俺が何をしてるのかちゃんと話したことないなというところに気がつきまして、今回の動画ではですね、今 TI プライズが現在何をやっているのかという話をですね、今回こちらしていこうと思います。まあ、こんな強者どもが夢の後みたいなサムネを作ってしまったんですけれども、まあ、順当にしっかり元気に生きているんですけれども、まあ、当然、まあ、YouTube 見てもらったら分かる通り、実況動画を上げ続けて生計を立っているというわけではないんですね、全く。でですね、なぜ今 YouTube 投稿できていないかと申しますと、まずですね、現在この TIE というチームはですね、法人化をして現在プロチームとして、例えば選手を入れたりストリーマーを入れたり、そういった活動を行っているんですけれども、それの社長を現在やってるんですね。で、例えば直近ですと平田さんが加入したり、またその前だとですね、まあ、例のですね、クソ野郎が加入したりなど、かなりエネルギッシュに最近 TIE の報告が続いてるわけですね。また、直近ルーさんも結婚したりとか、まあ、本当にこれおめでとうございます。いやー、ねえ、もう、ほんとね、もうめちゃくちゃ、ねえ、もう、言葉になんないっすね、これ本当に。まあ、そんなことあったりしてですね、まあ、直近 TIE たくさんの発表がありました。でですね、今回の動画ではここに至るまでの経緯、そして現在この TI プライズが何をしているのか、これをですね、時系列中に話していこうと思います。さて、動画の途中ですが、ここで1分ほどゲームのご紹介をいたします。で、こちらの映像のタイトル、ヒーローウォーズというゲーム名なのですが、いわゆる RPG 系のソシャゲでございまして、なんと全世界のプレイ人口が1億人超えのヒーロー育成型のゲームとなっているんですね。ただ、かなり奥が深くて、これ、レベリングや素材集め、パーティー編成はしっかり構成しないと攻略に大きく影響してしまうシステムとなっておりまして、まあ、一種スルメゲー的な存在なんですね。で、実際に自分もプレイしてみたんですけれども、キャラも全体で50人以上おりまして、こちらオート進行もあって、やりごたえ&やりやすさがしっかりバランス取れてる印象でした。この PVP 要素もありまして、攻撃系、防御系、魔法系がしっかりじゃんけんの役割を果たしているので、ここの編成もめちゃくちゃ重要なんですね。ただ忙しい時は自動モードに移行できたりと、あらゆる場所でプレイできるのは魅力の一つです。また戦闘もセミオートモードでプレイ可能なんですね。まあ、かなり戦略性の高いゲームですが、もし興味があるという人はこちらの画面右下の QR コードから飛ぶか、概要欄の URL からチェックしてみてください。それでは本編に戻ります。まずですね、このTIE クランという会社を立ち上げたのがですね、これ2023年の12月末なんですね。で、このタイミングから TIE は法人化して、ようやくちゃんとチームとして動き出したんですけれども、これより前の12年間はですね、もうただの同好会みたいな感じでして、まあチームとしての形態はあったんですけれども、ただこれが何かまとまりを持って動くということはなかったんですね。まあそのため、各々で、例えば実況活動などを行っていたんですけれども、ただ、これがですね、ちゃんとチームであったりとか法人として動くということはなかったんですね。で、これをまとまりを持って動かしたのが昨年末。で、この社長の座に立ったのが僕みたいな感じなんですね、平たく言うと。ただまあ当然なんですけれども、これまで APEX 芸人やってたやつが急に社長なんて無理やろって思うかもしれないんですけども、まあ、実際にですね、この手前までめちゃくちゃ俺勉強してたんですね。まあ例えばですね、まあこの会社経営にまつわる、まあ事柄であったりとか、あとは営業資料作り、また会社をどういうビジョンを持って動かしていくか、まあ、こうしたところを順当にしっかりと座組を持って決めていったわけですね。またこれを勉強していったわけですね。で、そこからですね、会社を立てて、で、新しくこの TIE プロチーム部門を発表しました。で、この画像編集であったりとか、あと映像のディレクション、まあ、こうしたものをですね、当時全部一人でやっていたんですね。なので、
まあ、ほぼワンマン社長だったんですけれども、まあ、そこでですね、転機が訪れます。それがですね、2月の末、今年の2月末ですね、登竜門というスタートアップ向けのピッチイベントというのがあったんですね。もうちょっと聞き慣れねえよっていう単語たくさんあったと思うんですけれども、いわゆるビジネスコンテストみたいな感じですよね、これは。で、僕たちはですね、スタートアップ企業と呼ばれるですね、もうめちゃくちゃ急拡大してバカボコに成長しようぜっていう企業の属性があるんですけれども、まあ、それに当てはまるような企業の形態をしているんですね。で、その企業のみが出れるこの登竜門というですね、このイベントがあったんですけれども、なんとここでですね、ありがたいことにですね、最優秀賞をいただきました。こんな写真あるんですけれども、まあ、この映像もあります。こんな感じです。この他にも地域別ゲーム振興で申し上げますと、アジア太平洋地域が世界で最も大きいマーケットとなっております。はい、と、まあ、なんかですね、まあ、実況口調みたいな感じでしっかり喋ってるんですけれども、まあ、このような形ですね、当時この登竜門というですね、まあ、かなり規模の大きいイベントにおいて、まあ、最優秀賞をいただきまして、こっからかなり人脈が広がったわけですね。こっからどんどんビジネスが加速していくんですけれども、そこからですね、まあ、ALGS スプリット2に至るまでにですね、例えば、TI のアクシスが入ったりとか、まあ、そういった発表もあったり、また、ガレリアが新しくスポンサーについたりなど、まあ、この2024年前期はですね、短い期間ながらもかなりですね、まあ、この TIE の発表であったりとか、またイベントごとっていうのをですね、順当に開催していったわけですね。そしてですね、まあ、なんやかんやありつつ、2024年8月、ついにですね、この e スポーツワールドカップ、これがサウジアラビアにて開催されたんですけれども、ここにおいてですね、なんと TIE も出場することができました。これが初めての国際舞台だったんですけれども、僕もですね、この e スポーツワールドカップを見学するためにですね、サウジアラビアの方に当時渡航していたんですね。で、これが大体10日間くらいだったんですけれども、ここでもですね、世界が変わりました。というのもですね、このサウジアラビアのですね、 e スポーツワールドカップ自体、まあ、予算がめちゃくちゃあるんですよ。1個国が立つくらい予算が立てられているんですけれども、まあ、そんなこんなでですね、サウジアラビアにて非常に良い刺激を受けながらですね、まあ、この e スポーツの可能性にもう順当にのめり込んでいってみたいな感じだったんですね。それが8月。そして8月はもう2つイベントがありました。いや、正確には3つなんですけれども、まず1つ目がですね、 TIE リコンカップの開催ですね。これは当チャンネルでも配信したんですけれども、こちらですね、まあ、当時座組からですね、ロゴ、キービジュアル、またクリエイティブ素材に至るまで、まあ、全部自分が担当したんですけれども、まあ、こんな感じですね、当時めちゃくちゃ忙しかったんですね。ただこれもですね、無事順当に開催完了したんですけれども、この後ですね、はい、来ました、赤メインの加入発表です。で、この赤メインの加入発表もですね、自分がこれイニシアチブを取って行っていたんですけれども、当時ですね、こんな感じでめちゃくちゃかっこいい PV を撮っていたんですけれども、例えばですね、こうした PV のディレクション、いわゆる監督であったりとか、あとは編集なども行っていました。そして最後のこの発表がですね、これルーさんとベアさんの結婚ですね。もうこれもう本当に衝撃だったと思うんですけれども、まあ、ただですね、この結婚発表をする前日くらいですね、明日重大発表がありますみたいなことを言ったんですけれども、まあ、その際ですね、ルートベア結婚かみたいなですね、わけのわかんない冊子をつけてるやつらがいましてですね、多分その方々もですね、まあ、冗談半分だったと思うんですけれども、実はガチですみたいな感じでね、まあ、あれもかなり多くの人たちからお祝いのコメントなどもいただいておりまして、もうこれもですね、もう本当に一心に受け止めながらみたいな感じだったと思うんですよ、ルーさんも。ただですね、まあ、誰よりも祝ってるのは俺だと。いや、もうこれだけは譲れない、本当に。まあ、それくらいハッピーな報告もありました。で、こっからですね、いわゆるコーポレート側、会社内のですね、まあ、この人員の改革も行いまして、で、現在に至りますという形なんですね。で、これまでに大きな発表としてあったのが、例えば、タイダさんの加入もあるんですけれども、ただ、現在、これ、タイダさんの加入、一人のみ、なおかつですね、イヤー4、ALGS というのはですね、イヤー4から5に移り変わるその手前に、チャンピオンシップというものがあるんですけれども、そのチャンピオンシップまでは、GHS に、助っ人として、こちらですね、TIE から出向する、みたいな形となっているんですね。タイダさん、しかり、あと、2人ですね。この3人が揃って、TIE として、じゃんじゃんバリバリ世界大会で稼働するのは、いや、5からということになりますね。まあ、そんな感じで時系列を追って説明していったんですけれども、こんな感じですね、現在、まあ、社長業とは言いつつもですね、もう正直何でもかんでもやってるような感じなんですね。もうそれこそ、営業から、例えば、ああいったクリエイティブの管理だったりとか、じゃあ PV のディレクションだったりとか、本当にいろんなことをやっている。それが、現在の TIE プライズなんですね。
なので、まあ、正直プライズ活休したんじゃないかであったりとかですね、もう正直あいつ死んじゃったんじゃないかとか、まあ、そういう体験たくさんあったと思うんですけれども、しっかり元気に生きておりますし、まあ、ありがたいことに実況者自体とは比べ物にならないくらいですね、まあ、かなり忙しい、まあ、充実した感じの生活を送らせてもらってる、そういった感じなんですね。まあ、こうした報告はですね、多分初めにするべきだと思うんですよね。まあ、これを始めた初めになんですけど、ちょっとこれ報告遅れて申し訳ありません。ただですね、まあ、じゃあ今後全く動画投稿活動しないのかっていうと、まあ、この忙しい時間を合間縫いながら動画投稿していくといった感じになります。まあ、これまでのようにですね、まあ、毎日投稿はできないかとは思うんですけれども、ただ、まあ、しっかりこれタイミングを見ながら動画投稿活動もやっていきますので、これもですね、ぜひとも皆さん応援をお願いします。そしてですね、これ動画を最後まで見てくれた人への、まあ、プレゼントみたいな感じなんですけれども、今月25日またまた重大発表あります。なのでね、こちらもぜひとも楽しみにしておいてください。まあ、次回はですね、いつになるかわからないんですけども、こちらの動画もね、お楽しみにしていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。